岡本米次郎9月12日は日本の海軍兵学校生徒。海軍兵学校で発生した殺人事件の被害者である。和歌山県出身。料理屋を営む父の次男である。和歌山市藩付属小学校、和歌山中学を経て海軍兵学校へ進む。小中学校時代の成績は優秀であった。野村義三郎は、 岡本の一年後輩で、両人は岡本家で勉強を共にした仲であり、野村が海軍へ進んだ理由に岡本の感化があった。岡本は海兵25期生に相当するが、このクラスは3度にわたる入校試験が行われた。当初は18名を募集したが、合格者は5名であり、2度の追加募集で31名が入校している。岡本は18歳で、 その第1回入校試験に合格する。席次は主席であり、25期全体でも主席入校者である。岡本にとって3度目の挑戦での合格であった。同期生に、山梨勝之進、長歌玉木、松岡静夫、犬塚太郎などがいる。2学年への進級に際して同期生中ただ一人、貧困全寮賞を受賞。休暇には、 海兵26期生となった野村と共に郷里に遊んだ。その両人の海兵生徒姿に憧れ、海兵進学を決めたのが、寺島県である。1897年3月、海軍兵学校で、岡本ら海兵生徒4名と呉れ海兵団に属する三島水兵との間に大田事件が発生する。この事件は、 海兵生徒が三島水兵の決令を咎めたことに、橋を発し、生徒が三島水兵を殴打したため水兵が、負傷したというもので、岡本、町から4名は、軍法会議で交流5日から7日の判決を受けた。岡本は4名仲裁1000人の生徒であった。同年9月、この水兵は、海軍兵学校を訪問し、岡本に面会を求める。雨が降る中、 レインコートに担当を隠し持った水兵は、面会に応じた岡本を視察した。この事件は、正確な記録がないため事件の詳細は不明であるが、海軍兵学校では七不思議として、階段めいた形で伝承された。三島水兵は、無期懲役に処せられたと伝わる。この事件の原因として、水野博則は、 岡本の厳格な人柄と水兵との不幸な巡り合わせであったとし、英国の影響を受けた海軍兵学校の教育のもと、士官、下士官兵という階級の総意から、年長者への対応に、機械的な点があったのではないかとの指摘がある。岡本の葬儀は、海軍兵学校で営まれ、墓は、和歌山県明喜び寺にあり、山梨。 野村が寄進した即席が設けられたが即席は、謙遜しない。ABCD 海軍兵学校物語岡本米次郎ハットエビ松岡静雄等日記海大海軍兵学校遠隔明治30年3月1日海軍兵学校遠隔明治29年12月31日ありがとうございます。